こんばんは。こんばんは。今からオーディションですか？44番こんばんは。ハーフアップ珍しくない？マジあんましないよ。公演でも1回ぐらい。ドゥーン。こんばんは。どこだどこだ。これでーす。44番ハーフアップ前髪分けてるな。お、たけるくんタワーをありがとうございます。イエーイ、ゆきりかの日。うどむさんかわいい、ありがとうございます。かみどりさんかわいい、ありがとうございます。そう、これです。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。前髪分けてたわ、でもオーディション中。こうか。ヤスルパンさん、かわいい、ありがとうございます。ミキヤくん、かわいい、ありがとうございます。ヤスベイさん、かわいい、ありがとうございます。眉毛、これすっぴんなんですよね、この時。ほら、怖、目つき、目死んでない？何年前？3年半前。いやでもオーディション中やけん、これは夏に撮ったから4年前かな。7月ぐらいに撮った写真なので約4年。ドムさん、かわいい、ありがとうございます。ポクレンパサランさん、かわいいギフトありがとうございます。オーディションの写真ですよ、これは。44番ですので、4月4日ゆきりかの日なんです。てかさ、今考えたらオーディションにすっぴんで写真送るのマジでね、メイクしろよって感じだよ。うどんさん、かわいい、ありがとうございます。あ、これ違うか、送った写真じゃないわ。二次審査、私二次審査すっぴんで受けたんですよ。二次審査の受かった人が、え、みんなすっぴんじゃない、全然メイクしてる子もいたし、カラコンしてる子もいたし、すっぴんで来いとは書かれてないんですよ。私が田舎者すぎてすっぴんで行ったの。全然メイクしてる子もいるよ。最終審査の写真、サラちゃんとかバリバリしてたでしょ、サラピ。なっちゃんとかも。おてもちゃん、かわいい、ありがとうございます。目が死んでる。
戦略的、戦略的にすっぴんではないんですけど、なんかすっぴんで行ったんですよね。まあでも STU のアーシャってね、ほぼすっぴんじゃん。だからまあ変わんないか、あんまり。推しが3期生不合格なの？そうなの？分かるの？それもまだ全員発表されてないけど。こんばんは。うどむさん偉い、ありがとうございます。オーディション写真と同じ表情お願いします。目を殺したらいいってことでしょ。はい、これ普段着じゃないですね。あの着てない、あれからめっちゃ綺麗でしょ。オーディション以来も、あ、もう全然着てない。でも普段着着れそう。だからなんかドレスみたいな。なんかバグった。うどむさんかわいい、ありがとうございます。そう、全然着ないですよ。こういう雪理科の日とかしか着ない。ショールームでもマジで着てない。だから貴重なんですよこれ。でも捨て、しかも捨てれないんですよね。これ私大学1年生の時に買ったんですよ。そうで、でも大学の授業に着ていったら隣の子もこれの色違いを着てて、そう、私は赤だったけどその子は黒だったかなっていう思い出。うとむさんかわいいギフトありがとうございます。そう、偶然そうなの、かぶってたんですよ。でもこれはオーディション用に買ったから、オーディション買って写真館で写真撮って送って、その後の授業で着ていった。オーディション用に買ったから、その普段着で使ってたやつを2時に着てったんじゃなくて、2時に着てったやつを普段着にした。そう、前髪くしゃってるのかわいい。くしゃってないじゃん。どこがくしゃってますか。分けてるんです。いつもこうしたらいつもだけど、ケーキないですよ。そんな、分けてるんですよこれは。こんばんは。もう少しこう、今前髪固めてるからね、レッスンがあったからあんまり自由に動かない。これが限界かも。マサなんちゃらさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、前髪固めてるの、レッスンでも動かないように。こ
こんばんは。ということで、今日は年に1回の質問コーナーに質問に答える日なので、早速テロップかーよと。質問コーナー、春夢さん、かわいいギフトありがとうございます。ってことでね、バックミュージックでさ、大好きな人とか流しながらしたいけどさ、流せんけんね。カラオケのやつしか。そう、答えられる質問募集ということで、でもめっちゃ来てたんですよ。60リプぐらい来てたから、カラオケ流しながら喋っても聞こえるかな。マイクオフにしたら聞こえるんかな。バックミュージック欲しいよね。いやでもそんなテンポよくいかないか、 YouTube じゃないし。いいや、そんなテンポよくは多分いかないと思うから、単発でパッパッとはいかないので。よし、じゃあ質問に答えていきたいと思います。68リプ来てるわ、結構。私がタップして一番上に出てくるやつから行こうかな。こんばんは。ってことで質問コーナー、確かに BGM は各自で、なんかだってさ、一つの質問さ、単発で答えるやつだったらいいけどさ、好きな食べ物はなんとか、なんとかはなんとかみたいなんだったら BGM あったらめっちゃいいけど、なんかめっちゃ長文で語るやつとかやったら BGM いらんなって思って。でも質問見てないよね、今日もレッスンだったから。今から初見ですから。こんばんは。今から質問初見です。あ、通知は見たけど、そうそうそう、全然何も下準備してない。なんなら10分前ぐらいにもう急いでメイクしたみたいな。そうで、1分前に髪の毛結んだ。もうバタバタですよ、マジで。こんばんは。ということで質問に答えていきます。イエーイ。てなことで、まず一番上、私から見た一番上からいきます。なっちゃんと相当仲良しのようですが、なんかきっかけはあったんですか、という質問。そうですね、きっかけはなんかご飯、誰かなんか外食に行きたかったけど一緒に行く人いないから近くにいたなっちゃんを誘ってみたところ行ってくれたので、そっからご飯に行くようになって仲良くなりました。飯友です。ただそこに行ったからちょっとご飯行かない、レッスンの帰りにみたいな感じで誘ったら、初期にそういいよってなって、そっからご飯行ったらなんか意外と話し合うし、同級生だしし、食の趣味も合うし、そのお金の価値観とかも割と合うから、遠慮とかもしなくていいし、なんかそう仲良くなりました。そんな感じです。ことで、お話し会の手錠がなかなか取れないんですけど、どうやったら取れるんですかって。まだ縛られてるんですか。これ名前言わん方がいいやつかな、言った方がいいの普通に。ジュリボーさんからね、それはもう取らなくていいですね。ブルーセブンさん、
もうすぐ6周年コンサートですが、今回の見どころを教えてください。そうですね、見どころってね、でもなんか言いづらいけどね、ネタバレになりそうだから難しいけど、でもやっぱ STU の初のリクアワがあるので、そのリクアワの雰囲気、 STU もうすごいね、見どころだと思うし、リクアワ初めてじゃん。だからみんながどういう曲に投票したのかなっていうのもすごい楽しみだしさ、どういう感じなのかなみたいな。あと6周年はまあ、ね、あんま言えないけどね、まあ、6周年を振り返る、振り返ろうみんなで。でもあんま言えないわ。続いて、秋もさん、りかちゃんはいろいろなコスプレをしていますが、一番お気に入りの衣装は何ですか？私が一番お気に入りのコスプレは、メイドです。可愛いから。はい、なんかスタイルがよく見えるやつが好きです。ポリスも好きです、最近買ったやつ。どうぞ。あのフリフリのやつ、私メイド服だけで5種類ぐらい持ってるのよ。最近ね、ちょっとあのコスプレの整理をしたら、メイド服だけで 4,5 種類あって、そう、あんま着てないやつもあるんですね。だメイドが可愛いかなって思います。続いて、ケンケンパーさん、初めて買った CD はもしくはダウンロードした曲は何ですか？私が初めて買った CD はゲスの極み乙女さんの CD です。あ、はい。ロマンスが有り余るです。あ、全然違うかも。あ、自分のお金で買ったのはそれが最初だけど、お母さんのお金とか入れていいんだったら、その AKB さんもフライングゲットとか、なんかアルバムとか、でも自分のお小遣いで買ったのはゲスの極みさんとかシュートサインとか。どっちが早いだろう、発売日が早い方を先に買いました。でも親のお金を入れるともっと、あのやっぱ一番ラブ&ベリーの CD とかですけど、まあ自腹で買ったんだったらその辺です。そう、シュートサインとかも結構昔、でも高校生になってたよね。じゃあゲスキワさんかな。意外だよね、めっちゃ好きだったんですよ。好きだった、今も好きなんですけどね。今はそのゲスキワさんのその一人の方が他のグループになってて、そのグループも好き、インディゴさん。まあそれは置いといて、次、ありがとうございます質問。韓国を勉強したいのですが、おすすめのアイドルグループ、大阪さんから。え、韓国アイドルは私もあんま知らないな。わかんない、私もルセラフィムさんしかわかんないです。ってことで3つ来てるわ、大阪さんから。5億年ボタンがあったら押しますか、押しませんか。5億年生きれるってことでしょ、押さない。
もし何でも買えるとしたら何を買いたいですか？ポメラニアン。え、5億年ボタンって何なの？わかんないけど、幼い。続いて、サラピの好きなところ、 TK さんから。サラピの好きなところは、部屋の掃除を手伝ってくれるところ。続いて、イメチェンで髪型、髪色を変えるとしたらどんなのがいいですか？プリントーさんから。イメチェンで髪型、髪色を変えるとしたら明るくしたいだけ。明るめの髪色にしたいぐらいです。別にショートカットはしたくない。そう、グレーとかなんか明るいのとかもやってみたいなって思うぐらいですね。次、宮本さん。ゆきりかは振り入れと立ち位置どっちが早く覚えられますか？立ち位置。いや、微妙だな。振りかな、どうなんだろう。最近振り付けを覚えるということをしてないから、立ち位置かな。立ち位置。待って、これはどうしたらいいの？どうにもこうにも戻れない状況になった。見て、ここ押しちゃってるの。これどうしたらいいの？これ見て、手離したらなんかなる。これ今指でさ、これを押しちゃってるの。フォロー、リスト追加、ツイッターサークルに追加、ミュート。え、伝わらんかな。手離していいんかな。ファンの方の質問を見ようとしてたら、右上の点点点ってボタンを押してしまって、これが出てきて、指離したら、そう、指離していいんかな。え、そう、わかる？この点点点を押してしまったの。どれにしようかな。ミュートにしようかな、一回。あ、いけたいけた。手離したらいけた。危ない、これ間違えてフォローしてしまうよね。一回あるんだよね。一回どころかな。いけた、指離したら。いけました。焦った。次、お、嬉しい、ラップーさん。個人的にSTU で一番面白いメンバーだと思っているのですが、自覚症状はありますか？嬉しいね。めっちゃ嬉しい。私が一番嬉しい褒め言葉。自覚症状は一番ではないとは、一番とは思ったことないけど、自覚症状はちょっとあります。そう、あります。次、サトルさん。東京で行ったことないけど行ってみたいところはありますか？東京か。あんま知らんのよね。
あのサンリオピューロランド、お台場行ったことあるんよ、なんか修学旅行とかで。行ったことないところで行ってみたいのはサンリオの、そうテーマパーク。渋谷もある、ある、六本木もあるし、あとほぼ行ったことあるかも。次、涼屋さん、日本で行ってみたい場所はありますか？日本で行ってみたい場所は埼玉と静岡です。もう変わってないですね、これは。しかもどちらも微妙に遠すぎて行けないから永遠に変わんない、私の行きたい県。次、ナンさん、毎朝ツイートで今日も宗幸さんが彼女というタグのツイートが流れてくるのですが、このハッシュタグはご存知ですかって。存じ上げております。そうなんだよね、毎朝。埼玉のね、餃子に行きたい。静岡は爽やかハンバーグを食べたいのと、ラーメンを食べたいです。渾身や。続いて、ちょっと時間かかりそうなやつは後にしようと。今までで一番遠くまで出かけたなと思う場所はどこですか？瀬戸ののかさん、それは仕事で新幹線とかじゃなくてプライベート出かけってことかな。一番遠くまで出かけた、東京より遠くは行ったことはないし、東京もプライベートでは行ったことない。仕事だったら舞浜とかなんじゃない、千葉とか。千葉行ってないか、千葉か、舞浜。でもプライベートやったら大阪。修学旅行プライベートじゃないよ、学校行事だから。プライベートは大阪か福岡です。あんまり行ってないです。幕張ね、うんうん。次、24フレットさん、今日の雪理科の日ショールーム訪問すると1000回訪問に達成します。お、いるかな。1000回訪問した方は他に何人ぐらいいるのかなって。何人ぐらいいるんだろう。結構いると思うな。今来たさ方も800回目の訪問って書かれてあるから、今来た方ハングル文字。1000は多分めちゃめちゃいると思う。そう、1000はめっちゃいると思います。そうだから100人ぐらいはいるんじゃないかな。そういう私が名前読めない方でも800回来てくださってるから、1000は。あ、新一さんが600回目の訪問。ほら、みんなもうめっちゃ行ってるんですよね、私がめちゃくちゃ配信してるから。だからまあ50人ぐらいはいると思います。50人ぐらいは。何回配信したんだろう、それは私はもう把握してないよ。まだ390。嘘、少なく感じちゃう。なんか今の話してたらそんな感じしないね。え、どこでわかる、わかんない、私もそれは把握してないわ。なんか調べたら出てくるんじゃない、ショールームデータ宗幸理科みたいな。
ツール、そうそう、なんかデータ得意な方が出してくださってる。 1618? 私1618回配信してる。まあそんなもんです。分かんない、私もそれは把握してない。次、ゴキザリーさん。1、目が覚めて男になっていたら誰とデートする？ STU で。私が男になっていたら誰とデートする？難しいな。悩ましいな。でもなんか男目線で見るとデートしたいなーって思うのはみちさんとか葵さんとか。アンナとか、アイコ、そうね、そっち系です。そっち系とは。俺の質問、まだまだかも、全然読んでないよ、まだまだ6個ぐらいしか答えてない、60中。なっちゃんじゃないです。なっちゃんはやだ。そうね、葵さん、みちさん、そうね、愛子、アンナとかです。次、あ、まだあった。5センチ高くなりたいですが、あ、5センチ高くなりたいか10センチ低くなりたいか。わあ、どっちもどっちやな。私168だから高くなったら173、低くなったら158か。それだったら高くなりたい。160は超えていたいので高くなりたい。5センチ。次、面白い、ハモンさん。仕事先の坂野さんのことを板野さんと何度も言い間違えてガチ切れされました。というか、未だにどっちが正解か分かりません。どうすればいいのでしょうか。こんな質問、私に。そうだね、でも名前間違えられるのはなんか結構傷つくっていうか、なんか結構気になるっていうのを最近私も実感して、名前呼び間違えられるっていうのは。だから名前間違えられるのは結構、間違えられた側はそう気になる。そう、なのでこれはもうどっちが正解かを、そう、ラジオみたい。確かにお便り読んでるみたい。確かにラジオで聞いてくれてもいいですよ。どっちが正解かをまず確認して、もうこれは努力してください。そう、なんか意外とね、名前間違えられるのは結構なんかね、気になるので、間違えられた側はってなるので。はい、次、 MM さん。将来愛媛に帰って何をすることで、あ、将来の夢は愛媛に帰って何をすることですか。将来は愛媛に帰って、でも一番理想なのは一軒家に住んで家庭を持って幸せな日々を過ごすことです。
なんかだから、あ、犬か、犬は確かに飼いたい。そう、まあだからそうね、じいちゃんばあちゃんとかさ、お父さんお母さんみたいな感じで普通に愛媛で生活したいって感じ。普通にまあ生活できたらいいかなって思います。そうだから、じいちゃんばあちゃんとかお父さんお母さんみたいな感じで、はい、まあ特になんかやりたいとかはないかな愛媛で。うーん、縁側でまったりしたい、わかる。そうだよね、理想はね。そうだね、なんかね、私の父さん母さんが私たちにやってきたことを、次は私がやる、子供に。だからボール遊びしたりとか。二世帯住宅じゃないですよ。二世帯住宅って何？カラオケ声立てたりはしない、いらない。次、ポクレンパサランさんから。 STU のメンバーで欲しい能力は、例えばリコチの英語力とか福田さんのプロデュース力とか。うーん、入り口が2つ、え、一軒家がいい、入り口が2つある。でも私はね、あんま人のことを羨ましいとは思わないんですよ。トーク力ね、うーん、でもなんか人のことを羨ましいと思わないようにしてるんですよね。確かに羨ましいけど、なんかそのね、そのトーク力羨ましいなって思ったら、なんか自分が欠けてるなって思っちゃうから、あんま思わない。うーん、思わないです。次、ダイエットをしたいけどやる気が出ません、どうしたらやる気が出ますか。二つ目の質問ね。ダイエットか、なんでダイエットしたいんですか逆に。痩せたいから。ダイエットか、でも私ももう本当にできないの、ダイエット我慢ができない、本当にできないんだよね。これ私も聞きたい、どうすればいいんだろう。アドバイス、え、でも本当にできない、だからもう、え、どうしたらいいんだろうね。やろうと思ったらできないよ、ダイエット。私もできない。なんかしかもダイエット始めようって考えた瞬間に余計に食べちゃうんですよ、間食とか。意外となんかダイエットしようって思ってない時の方が食べなかったりするし、ストレスたまんないし、これは難しいですよね。うーん、そうなんよ、ダイエットを意識した瞬間に食べちゃうんですよね、なんか普段よりも。めっちゃむずい、なんか、あー確かにそういうのいいね、なんか推しに痩せたねって言われるたびにモチベ上がる、いいじゃん。むずいよね、自分もね本当に食べるから、なんかいろいろ努力はしようとしたけどもう無理だから諦めてる。なんかもう食べ物を買えないように通帳とカードを実家に置いて帰るとかしようかなって。
お金がなかったら買えないじゃん食べ物だから、なんかお金を下ろせないようにするみたいな、クレジットカードを使わないとか、もう難しい。いやダイエット無理です。はい次、愛媛で鯛めしやヤギブル卵めし以外のおすすめの食べ物は、じゃこ天。塩ラーメン。あとはじゃこカツね、じゃこカツと、みかんジュース。あ、でも見どころが多いね、やっぱり。ヤスルパンさん、服部さんも見どころを聞いてくれてるけど、あんまりでもまだ言えないな、見どころ私が。続いてたけるくん、好きな食べ物ベスト3。あ、霧の森大福いいね。好きな食べ物ベスト3は、今はラーメン。コーヒーとかはなしよね。ラーメン、ハンバーグ、ベスト3って書いてる。あ、ヤギブル卵飯。はい次、またたけるくん、今年何か始めたいと思っていることは、なんだろう、何も考えたことないな、何も考えてないな、何かね、なんだろう、始めたい、まだ何も見つかってない。好きな匂いランキング、好きな匂いは、まあ本でしょ、本屋さんとか、本屋さんとか本とか、あとアルコールティッシュ、あのアルコール消毒液で、消毒液でも一つは、なんだろう、ガソリンとか、なんか怖っ、なんかわかんない。好きな楽曲が出てくるかな、パッと。楽曲48グループ、でも最近 NMB さんのワルキーっていう曲を可愛いって思った。お酒ね、お酒の匂いも好きだよ、ウイスキーとかの。そう、 STU は原点が好き。あとなんか好きな曲あるんだよね、スタジオがやってる SKE さんの曲、なんか好きなやつがあるんですよ、なんだったっけな、割と最近の曲です。今ね、本当に脳が回ってないんだよね。フラストレーションじゃないですね。割と最近のやつなんですよ、楽曲。
これだ、そういうとこあるよね。そう、それです。そういうとこあるよねってやつです。これ好き。水分補給ね、もうなんかもう脳が回ってないんですよ。見て、今日お茶こんばんは。そう、もう目も閉じてきそうなレベルなんです。続いて、あとなんだろうな、私のさ、ミュージックアプリとか見たらわかるのかな。たまごまごまごってた。 AKB さんはあれ好きです。だらしない愛し方好き。うーん、あとは何だろうな、なんだろう、でも、キツネさんタコありがとうございます。わかる？めっちゃ好きあれ、なんか曲の雰囲気が、そういう系が好きなんだよね。です。続いて、これ間に合うんかな？時間ない。今まで読んでよかったベスト漫画3つ、うどむさんから。ベスト漫画、私がハマった漫画はプリズンラボっていうのが、あとは植物人間、違う、なんだっけ、そんな感じの。でもプリズンラボはめっちゃ好きで、漫画って3ヶ月に1回ぐらいしか出ないの。だから高校現役の時にもう次の新刊がなかなか出んくて、めっちゃもう待ちに待ってた漫画です。あとドラゴンボールかな、ありきたりな、あ、それだ、食糧人類、それです。あとドラゴンボール、次、ミキヤくん、去年の誕生日から1年間で一番思い出に残っていること。去年の誕生日から、たら神戸コレクションとか入るかな。あれは去年ちゃうかな、入ってるか。じゃあ神戸コレクションです。続いて、今ハマっている映画と曲。今ハマっている映画はないんですよね。今映画を見てなくて、最近ね1時ぐらいに寝てるの、1時半とかに、朝早いから珍しいでしょ。だから映画が見れてなくて、
またなんか暇になったらたくさん見るから、その時に。ハマってる曲はゆうりさんにハマってます。ゆうりさん、え、早いでしょ。そうなんよ、もう最近1時半には寝てるんです。そうなんよね、だから YouTube とか見てないんだよね。次、リカちゃん自身が一番好きな髪型は、あ、そう、ペテルギウスとかね。ペテルギウスか。私が一番好きな髪型は巻き下ろしです。カピバラは好きですか？カピバラは昔好きでした。カピバラさんっていうキャラクターが、はい。もし一日自由に何してもいいっていう日があったらどう過ごしますか？でも結構あるんですよね、一日何してもいいっていう日。オフの日ってさ、そうじゃん。でもまあショールームとかもなしってことかな。メールもツイッターも、だったらどっか旅行に行きたいですね。韓国に行く。一日じゃ行けないけど韓国で遊ぶ、まあ、県外に行くかな。それか24時間寝たいです。逆に今はひどい時は一日中寝るんですけど、でもどうしてもショールームがあるから22時までには起きるんです。一回でショールームあるからメイクしてショールームするんだけど、それがないってなったら永遠に寝るっていう生活をしてみたいです。ずっと寝る。続いてリチャさんから、以下のうち一つ叶うとすればどれがいいですか。丸1、いくら食べても太らない。丸2、毎月好きな服を2着無料でもらえる。丸3、スタバ永遠無料券。丸4、愛媛新幹線開通。そうね、丸5、私は丸3、スタバ永久無料券がいいです。丸1はいくら食べても太らん。丸2、好きな服を毎月2着もらえる。丸3、スタバ永遠無料。丸4、愛媛新幹線。丸3です、スタバ。丸1の太らない体質っていうのはまあ別にさ、予想外、嘘、まあまだ若いからさそんなになんか食べてもなんか太るっていう実感があんまりない。もうちょっと年を取ったら確かになんか痩せにくくなってこれが欲しくなるんだと思うんだけど、今は大丈夫かな。で丸にはまあ服2着もらえるということなんですけど、まあ2着だったらいいかな、別にいらない。でもで3はスタバ、スタバは好きなので月にまあ7回ぐらいは行くのでこれだと一番嬉しい。で丸4の愛媛新幹線を選ばなかったのはなんか別に愛媛に戻った時に新幹線使ってどっか行くかってなったら別に行かないから、行かない、使わないからいいやって感じです。なくても困ってない、別にそんなに、そんなに私は。ちなみに丸5、ばあちゃんが健康で長生きするがあれば間違いなくこれにすると思ったので除外しましたとありますが、間違いなくそうです。私はばあちゃん大好きなのでそれはそうです。続いてターさん、
宗行さんはどんな男性がタイプですか？むずいなぁ。どんな男性がタイプですか？ネガティブじゃない人。俺なんかポジティブ人間とか、あ、ポジティブすぎてもいいじゃない。一緒にいて楽しい人がいいですね。なんかまだの、まあまあまあ、こんばんは。面白い人も好きだけし、ね、まあ、マイナス発言をする人はあんま好きじゃないかも。一緒にいて分かんない。まあ、なんか楽しい人がいいな。ちなみに Y みたいな人はどうですかって。私はでもあなたのことはあんまり知らないの。もっとお話し会に来てくれないと。ターさんって言うんですけどね、この質問くれた方は。ね、私のね、この方はね、なんかたまに回ってくるんですけど、ツイッターでなんか太ももとかさツイートされてる方だから、なんかそういうイメージしかない。そう、太もも、そう、でもしかもでもね、好きな太ももランキングに私のこと入ってないから、そう、なんか私に無関心。ってことで次、ベホゲナさん、山盛りあさりうどんは食べましたかって。え、これさ、丸亀製麺のやつ。食べてないです。そんな答えでいい？え、だって質問くれてるじゃん。いや、見たよメニュー。でも肉うどん食べた。最近行ったんです。で、あさりうどんあるなって思いながら肉うどん食べました。でもこの写真見たらすごく美味しそうなので今度食べます。次、にゃおさん、豆腐とネギとわかめ以外でお味噌汁の好きな具材の組み合わせを教えてください。そうね、でもなんかばあちゃん家がそうめんみたいなの入ってて薄い、なんかお味噌汁にそうめんみたいなの入ってるんですよ。それ好きなんですよね。ネギとそうめんと、ネギそうめんわかめ。え、そうめんってでもめっちゃ入ってるわけじゃなくて少しなんか入ってるんですよ。そう、それ好き。あとはなんだろう、お味噌汁、揚げ、松山揚げね。そうめん味噌汁美味しいよね。そう、好き好き。でも私はネギが好きだからネギは欠かせないですね。あとフとか、おふ、ふ、揚げ揚げとかですかね。次、すずちゃん、 STU の曲で好きな振り付け教えて。好きな振り付け、好きな振り付け、そうめん入れたら美味しいよ。好きな振り付けか、むずいな、なんだろう。
でもやっぱ好きな曲が好きになるよね。原点とかなんかな。でもむずいよ振り付け原点の。やっぱ好きな曲のダンスも好きになるから原点のダンスが好き。どこの部分かって言われたらどこだろう。一個好きなところがあるんだよね原点の。最初の方嫌になってしまったのところの歌割りの人かん、そんなあったっけかし。てて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 のところですの歌割りです。むずめっちゃ激しくて好きです。そこです。歌詞違うかもしれん。でもそこ最初の方サビ前のそこです。でも私はやってないの。私は歌わりそこじゃないの。でも一回そこ踊ったことがあってめっちゃかっこいいと思ったんです。でも花垂れ公園とか私はそこの歌わりじゃないから私はやってない。そうめっちゃ激しいんです。足をクロスさせたりでもやってない私は。次安部さん、お好み焼きはそば派うどん派。そば派です。ヘラを使ってお好み焼き食べることできますか。どういうこと。ヘラで食べるってこと。座右の銘なんかないです。逆にありますか。みんな普通に生きてて座右の銘マジ聞かれるんだけどないんだよね。へー、ヘラで食べない。そうなんだ。へー、愛媛の人はヘラで食べないわ。そうなんだ。へー、熱そう。ヘラ銀だから。こんばんは。座右の銘どうでもええやん。出た。確かにな。まあなんかどういうなんか心意気で生きてますかって言われたらまあいいやみたいな軽い感じで生きてます。あるんだ。なんかそういう四字熟語とかはないかな。てかなんかそんな頭良くないから四字熟語をまず知らないんだよね。続いて青の国さん、ゆきりかさんピアノ演奏を披露したりしないのって。いやする機会がないんだよね。これは普通に機会がないです。そうなんかいろいろ著作権とかも厳しいしなんかないの。ヤスルパンさんから、好きなアニメベスト3ね。私アニメやっぱドラゴンボールがもう永遠にずっと好きなだけぐらいで、あとはアニメでも本当に本当に大好きだな。ドラゴンボールはガチで大好き。映画も見に行ってるし、一人で映画行きましたし最近1年前1年以内に。デスノートも好き。どの敵の時が一番好き。
私魔人ブーの時が一番好きです。魔人ブー編のごはんくんが好き。あとグレートサイヤマンのごはんくんが好きです。こんばんは。あ、コナンも好きだね。あとドラえもんも好き。王道ですね。めっちゃ有名な。続いて、出演したいテレビ番組ありますか。これ本コア。本コア。あと太鼓の達人。クラコン。クラコンは。続いて、卒業したメンバーとは時々会ってますか。会ってないです。なんで悩んでるんだろう。会ってないです。ちょっと脳回らなくて会ってないです。続いて、公演前のルーティーンはありますか。リボビタンデーを飲むこと。毎日飲んでます、最近も。続いて、本校のお化け役とかやりたい。あ、意外ともうないんだけど。え、ソーダスさん、質問されて嬉しいことは何ですかって。なんか選ぶ系の質問が楽しい。答える側としては、なんとかとなんとかどっちがいいですかとか、なんとかとなんとかどっちが、ね、どっち派とか、そういうの面白い。次、花雪さん、ゆきりかポリスにどんな罪だと逮捕されますか。お、花雪さんがってこと。無罪だけど逮捕されたい時はどうしたらいいですか。それは私のお話し会に来てください。私のお話し会に来てくれたら逮捕します。ポリスの時に。もう一番下まで行ったってことで、飛ばしたやつは戻ります。なんか被ってるやつとか難しいやつ飛ばしたから元に戻ります。炎上さん、3期生が入ってきても一番背が高いのは守れそうですかって。わかんないんだよね、それ3期生さんとなんか会ったことないから、ちゃんとこれわかんないんだよね。でももう168人って結構高いから、女の子の方では守れてるんじゃないかなとは思うけど、一番高いの。いや、会ったことないのよ、ちゃんと。ちゃんとっていうか、そう、あ、ほぼない。座ってるのちょっと見たぐらいなんで、本当に会ったことなくって、そう、分かんないです。次、でも168って結構でかいので、あの、大丈夫なんじゃないかなとは思ってます。あった、おてもちゃん、アイドルになって想像していた以上に大変だなって思ったことは何かありますか。でもそれはなんか振り入れが大変、なんか位置を覚えることとか、なんかオタクとしてアイドルさんを見てるときはなんか普通になんかそんな立ち位置とか番号を覚えてるとかも何も考えずに見てたから、そんな知らなかった。あ、ギフト ありがとうございます。
タワー？え、今日お疲れ様でした、おやすみって豚松さんがくれてる。私のところに反映されてない。でも豚松さんでしょ、タワーじゃないかも。ありがとうございます。なんだろう、私のところに反映されてないんだけど、でもこれは見えた。こっちで見ようと。3000円のギフトありがとうございます。私のところに流れてこなかった、なんでだろう。この端末からは配信しない。あ、こっちには見える。ありがとうございます、豚松さん。エフェクトは見えたけど見えないの。ちょっと待って、写真撮る。ガチなの。え、たまにねギフトが反映されないんですよ。やばいよね、普通にお金かけてくれてるのにさ。どうやって写真撮ったらいいんだろう。来た。ね、本当にありがとうございます。ほら見て、私のギフトログ見て、こんだけしかない。え、みたいな、見えないんだよね、こんだけしかない。ミキヤくん、タコありがとうございます。なんでだろうね。あ、そんな数字見える。あららら値段がね、2個しか見えない。重たいんかな、わかんない。何時かバレてるの自分。え、でも結構言ってない私。反映されてないだけで5000字くらい投げた。嘘だ、見えるよ、見えるけど反映されてないだけ。ほら小判とかも見える。さっきのエフェクトも見えたけど、このラグル流れてこなかったんですよ。でも見えてるよ、ほら 2G のハート見えてるよ。ありがとうございます。そう、2G のハートありがとうございます。ってことで続き、そうね、アイドルになって大変だなと思ったのは、覚えることが多いのこと。こんな一曲でこんな立ち位置ってあるんだって思ったり、なんかアイドルさん、私が見てた時のアイドルさんとかも澄ました顔をしてっていうか、なんかそうそうそう、確かに今思ったらどうなってるんだろうって。でもその一般人だった時に思ってたんですよ、歌番組とか見て、なんでこれこんなにぶつからずに綺麗な位置に行けるんだって思って。なら番号があったんですねって、そう思ってたんですよ。な、後ろ向いて下がってさ、こんな綺麗な感覚なんでこんな保てるんだって思ってたの。ダンスもしたことなかったから、そういうなんか番号があるの知らなかったから、こう等間隔で移動できてるのとか、等間隔で並べてるのはなんでと思ってたけど、そうって感じです。振り付けと立ち位置どっちが早く覚えられますか、宮本さん。さっきと被ってるけど立ち位置です。お、あった、こじこじさん。好きな果物と好きなアルファベットは何ですか。好きな果物はメロン、桃。あ、こじこじさん、桃です。アルファベットは R です。次、
あ、みかん。みかんも好き。で、私メロンが好きなんです。みかんも好きだよ。え、そう、メロンがマジで好きなんです。本当にメロン好きで、だから欠かせないんですよね。でもみかんも好き。みかんジュースめっちゃ飲むし、 100% の。でもメロンって美味しいよね。そう、桃も美味しい。なんか柔らかいやつが好きなのかも。メロンとかさ、桃とか、なんかちょっとなんか水分が多くてさ、なんかあの感じが好き。スプーンで。って感じですね。好きなフラペチーノ、フラペチーノの味は、フラペチーノさんから。キャラメルフラペチーノ。お、面白い。パフィンさん、なんかをかけて友達と勝負をしないといけないってなったとします。そこで相手に勝たせたい。でも相手にこちらが手を抜いたことを悟られたくないって時にちょうどいいゲームありますか？でも、じゃんけんはコントロールできないので困っていますってあるんですけど、じゃんけんって結構コントロールできたりするんですよ。そう、心理戦ね。そうそうそう。急になんか人間ってじゃんけんしようって言われて、そう、じゃんけんしようってさ、このグーをめちゃめちゃ見せてたらグーを出しやすくなるんですよ。なんかグーをめっちゃ印象付けてたら、だけど最初はグーとか言ってたら、言った方がグー出しやすいんです、無意識に。最近私これ使ったんですよ。なっちゃんとなんか、私が勝ったらここ行こう、でもなっちゃんが勝ったらここ行こうっていう時に、そう、でも私はなんか別に乗り気じゃなかったから、なっちゃんが勝ってくれた方に行こうと行きたかったから、私チョキ出してそっちに、でわざと負けたとか悟られずに、そう、そうそう、私が負けて、ああ負けちゃった、じゃあなっちゃんの方行こっかって言いながら、内心はイエイみたいな。そう、人間ってでも急にじゃんけん振られた時にグーを出しやすいっていうのがあるんですよ。そう、でもこれは結構浸透してしまってるから、裏を読んで、そう、パーを出してくる人も増えてきてるんですよね。そう、だからもうこの説はあんまりあれなんですけど、人は緊張した時に力を入れたかったり、そう、最初はグーって言ってしまったら反射神経でグーを出してしまったり、そう、グーを出しやすいんですね。そう、けどこの説はすごい広まってきているから、それを知ってる人はしめしめって思ってパーを出しちゃうんです。そう、だから私はその裏を読んで、そう、チョキを出したいところだけど、人間ってグー出しやすいからね、なんとも言えないんだよね。その裏の裏を読んでチョキ出したらさ、相手グー出してきて、あ、その説知らんのかいみたいになるじゃん。だから難しいところではある。そう、まあまあ、うんですけど、その人がその説を知らなければ無意識にグー出すと思います。なっちゃんもグー出してたので、無意識に。はい、ね、なんか大事なことをかけるって時にも人間パーを出しづらいんですね。力を入れたくなるから。大事なかけのじゃんけんとかもグー出しがちなの、力を入れるから。だから
まあそんな感じで頑張ってください。じゃんけんが一番心理読むにはいいかも。そう思ったら、そうグーかチョキを出しやすいんですね。その真剣勝負の時にパーを出すのは結構なんかなかなからしい。力入れたくなる。あ、STU じゃんけん直しか出さない。え、そうなんですよ。その説もあるんです。私はそう気づいてしまったんですよ。アイドルはチョキを出しがちなんですよね。なんか普段からピースをする場面とかイエイとかもめっちゃしてるから、ホイってやられたらホイってチョキを出してしまうがちなんですよ。それはなんかそう、だから STU のじゃんけんでは結構そこを読んだりします。みんなチョキ出しやすくなってるから手で、そうなんかはいみたいな、はいみたいな、結構チョキをやりがちなんですよ。そうもう写真とかでも全部イエイイエイって、だからじゃんけんホイって言われたらホイって出してしまうの。そうアイドル、わかんない、これ STU 結構でもそうだから STU じゃんけんね、チョキが多い。それはわかんないけど、それは決められてたのかな、わかんないけどチョキを出しがちなんですよ。それは普段からめっちゃピースしてたりするからチョキ出す人多いですよ。なんか思います、それは。はい、続いて、あ、でもなんか YouTuber さんがやってたんですけど、後ろになんかザリガニとかなんかチョキを連想させるものをたくさん置いて、なんかピースの写真とかザリガニとかたくさんチョキを連想させるものを部屋にいっぱい置いて、急になんかその部屋に呼んでじゃんけんしようって、じゃんけんぽいってやったらチョキ出す、みんなチョキ出してたの。だから結構目も影響されやすいから、そうなんだろう、だからじゃんけんしようってめっちゃ相手にグーを見せとけば反射的にグーを出してしまったりするの。はじめしとうさんがやられてたんですよ。周りにチョキを連想させるものがたくさんあったら、人は急にじゃんけん振られたら無意識にチョキを出してしまうみたいな。そうでも本当にそうだったから、やっぱ目から入ったものとかも何かしら影響してて、そうなんか出るから、じゃんけんしようってグーをめっちゃ見せつけてパー出したりとか、意外と効果あるかもしれないです。全然これ私に対する質問じゃないけどと思います。そうカニ、確かにカニ道楽でカニ食べながらじゃんけんしたらいいじゃん。カニ道楽でちょっとこれお会計かけてじゃんけんしようって言って、そう見てこのカニの爪とか言いながらじゃんけんしたら勝てるかもしれない。負けた方がおごりねーって、見てこのカニとか言っていいかもしれないですね。確かにカニだけ、え、でもこのカニの爪とかやってさ、脳にも無意識にインプットさせて、そういいと思います。カニ道楽、推しメンはな、いないな、 SKE さんとかに推しメン、
ゆきりかとお話し会で何話したらいいかわからないけど何でもいいって、ゆかみんさん何でもいいよ。なんか何話したらいいかわからない、何を話すのが正解とかないから何でもいいんだけど、なんだろうね、全然もう何でもいいし、なんかみんな別に何も決めてないけど何かしらの会話をしてるから無意識に、なんだろう、意外と始まったらなんか会話弾むので、何か喋りたいことがあるのであればそれを用意してくださって言ってくださったらいいけど、別にないだったら普通に日常会話をって感じです。何か伝えたいことがあるとかだったらそれをね、あの言ってくださったりしたらいいんですけど、何もなければ普通に会話してます。確かに何でもいい、確かに何かあるかな、確かに何でもいいよ、マジ何でもいいよ、何もなくてもそう何か喋ってるから大体意外と成り立つんですよね。リップがなくなってる。お黙り会になる方はいない。用意してもいざとなったら忘れてしまう。嘘、めっちゃ完璧に喋ってるくない？なんかお黙り会いないですね。え、でもそんなお黙り会してなくない？結構喋ってると思ってるんだけど。ネタでさ、お黙り会たまにしてるけどさ、そんなにしてないよ。お黙り会。なんかめっちゃ撮ってくれてるから、枚数。そう、ネタでなんか、わざと喋らずに、そう。まあ、それだけの信頼があるから、そうわざとたまにしたりするけど、めっちゃ来てくれるからループとかでなんか黙ってみたりするけどそんなしてないよ。そうめっちゃ撮ってくれてるから、そう、しかも私が黙ったらね、相手も黙るからさ。そうでもまあそれはそれで楽しんでるので OK です。さすがに初見さんとかにはそんなことしないから、ま、回った瞬間に無言とかはないから、そうある程度のそう信頼感があってたくさん回ってきてくれて、そう。そうそう。まあそれもそれでね、あの一つの楽しみ方だから。広島のおすすめのお店をお願いします。いく猫さん。広島のおすすめのお店はね、あの焼き豚玉ごめしが食べれる花山椒さん、ちょうど6周年土日だから空いてると思うけど、あとはつけ麺屋さん、あのハマグリそばのなんてとこだっけ、ハマグリそば、笑う角には福来たる、それです、そこです。
そこのそばめっちゃ美味しい。マスターにゆきりかのこと話しても OK です。もうバレてるのでじゃんじゃん話してください。あとは広島結構チェーン店に行きがちだからな。あ、ガリバーのカレー屋さん、そうですね、ガリバーっていうカレー屋さんもすんごい美味しいですね。まあその3つかな、3つに絞っとこう。そんなもんです。あと次、今持っている服で お気に入りのベスト10を教えてってあるんですけど、ベスト10多くない？今持ってる服のお気に入りベスト10。まあベスト10もないですよ。私は何回か着たら飽きるので、めっちゃ気になる。あのリアルお話会で着てた服はお気に入りです。タンクトップにあのカーディガンみたいなタンクトップに、あとまだ着たことないタンクトップの色違い、最近タンクトップみたいなのにハマってて、上にカーディガンみたいな。天もないですね、お気に入りの服。何があるっけ。あ、去年のお話し会の生誕ドレスはもうお気に入りじゃない。私はなんか一番最近買った服がお気に入りになる人なんで、あと時間経ったらお気に入りじゃなくなるので、そう、あのリアルお話し会で着てた服、とあのピンクのパーカー、短い親指出るとこがあって丈の短いピンクのパーカーとか、その辺かな。そう、時間経ったらお気に入りじゃなくなるんだよね。だから最近買った服が今お気に入りの服っていうところなので、そう、その辺になるんですけど、ちなみに最近の春のデート風コーデで着たピンクの服は別にお気に入りではありません。そう、だからタンクトップかな。チコの服がお気に入りです。チコ調べてみてください。チコ、そうあのピンクの服は私が着たいとか欲しいと思って買ったんじゃなくて、桜っぽいテーマに合ってるって思って買っただけなので、そうそう、チコっていう、なんか似たようなの持ってるよなって思いながら買ったの。そう、最近そう、これなんか探したら家にあるんじゃねとか思いながら買ったので、あの、お気に入りではないです。お気に入りなのはそのチコで買ったものです。あと昨日の服とかまだ出してないけど、あれもチコです。だってありそうじゃない、探したら。あれ、あの春のデートコーデありそうだなと思いながら買ったの。そう、でもいるからさと思ってさ、そう、なんか持ってそうとか思いながら、そう、あ、今日のあのツイートもそうですよ、質問募集っていう、そう、だこんなの持ってたくないと思いながら、そう買ったの。だから別にって感じですね。まあ、チコの服とナイスクラップの服がお気に入りです。ファッションショーをしたいところですが、時間がないのと今日はこの服で着てしまったので、そうですね、お気に入りの服はないね。何
ないな、なんかこう思ったら改めてお気に入りの服とか欲しいな。ちょっといいパーカーとか持ってたらさ、これが定番のお気に入りの服とかになるんだろうな。そういうのないからさ、ない。お気に入りの靴ならあるけどね。こんばんは。ちょっといいパーカーとかずっと着るじゃん。だからそういうのがあったらね、これですって言えるんだろうけど、そういうのないからさ。タコパ？タコパ？あー、あ、赤のやつ？あ、帽子とかあるよ。帽子私めっちゃ好き。最近は春の帽子欲しいなって思ってるところ。アクセサリーは指輪とイヤリングはどっちが好きですか？指輪です。あ、足がつりそう。ひー、質問終わっちゃったかな。リプ反映されてなかったかな。え、どれだろう、待って探してみる。なんか目が乾燥する。渡辺さんだよね。あった。トップ画が透明だったから流れてたかな。目にと目に直ないです。僕らの雪理科を歌えるようになったのはいつ頃ですか？これはファンの方に歌ってって言われて覚えました。だから 2,3 年前です。はい、 2,3 年前です。3年前ぐらいかな。あ、まだあった。トラマルさん、遊園地に行ったらまず最初に何をしますか？遊園地に行ったらまずカチューシャを買います。ユニバとかやったらね、ディズニーとか。ユニバとかディズニーじゃなかったら、でも写真とかも撮りたいしな。髪型が崩れる前に写真を撮りたい。だかな、最初に乗りたいものとかなんだろうな。そう、髪型崩れる前に先に写真を撮りたいですね。グッズは一番最後に買うかな。ってことで、そう、でも3年前結構すね、序盤から。私はリカちゃんよりかなり年上の女性だけどどうなのか気になってっていう質問あるけど、なんか別にこれどういう意味で聞いてるんだろう。
目はめっちゃ乾燥する。コンタクトが。え、そう、私はリカちゃんよりかなり雑誌の女性だけど、どうなのかな、気になって、てん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 。え、それは私が何、年齢とか別になんか気にして人を判断してないって言ったらさ、なんか興味ないみたいに感じるよね、言い方が。なんだろう、別になんか誰にをなんかこんな人に応援されたくないみたいなのとかもないですし、そんな嬉しい、誰に応援されても。だから全然なんか私より年上だしとかないし、だから年上、逆にね、私22だしさ、なんだろう、ね、関係ないですよマジで。年齢とかマジでなんか気にならないっていうかさ、気にならない、難しいな。年齢を別に気にする関係じゃないじゃん、アイドルとファン。だから気にならないっていうか、気にするところでもないし、気になる、年齢気にする関係じゃないですよ。うん、あと15分ぐらいになったのでってことで、ゆきりかの日の締め、年下の男子ちゃうだろ、ちゃうだろ、続きはお話し会で待ってます。ということで、締めの僕らのゆきりかめちゃめちゃ久しぶりにカラオケをして終わろうと思います。久しぶりだよめっちゃ、これ最近のカラオケ配信でも歌ってないから、あ、桜ソングも歌っとこうかな。確かに今日もね、なんか平和公園通りを通ったら桜が散りかけてて、ちょっと緑になってたんですよ。マジ早いよね、桜散るの。じゃ桜ソングを歌ってユリイカで締めよう。桜の木になろうって私歌えたっけ覚えたね、この前頑張って。桜の木にな、え、桜の木になろうと私歌えたやつよね。どうしよう忘れてたら。
なんか違う歌が出てきた 違う歌が出てくる、この歌詞だと。春色のトゥ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 のやつ、違う曲わかる？春色のなんとかってなってるからさ、えっと思って、そう歌えなくなってるわ。ちょっと待って、わかんない、ね、汗汗え、それが出てくる。
ありがとうございます。ミラーボールもありがとうございます。次、最後、ミラーボールありがとうございます。大阪さん、やするぱんさん、きちねさん、かぶれさん、ありがとうございます。りちゃさん、やすべさん、ありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。ありがとうございました。久しぶりの僕らの雪か、えいえい、たまのお礼を。
そう、この服はね毎年着るから。また来年も4月4日ちょっとね、本当はね8時ぐらいからねなんかたくさんできたらよかったんだけど、まあ2時間できたけど、2時間半ぐらいねできたらよかったよね。年に1回しかしないから質問コーナー一応ね。4月4日限定、そうなんですよ。でマイキューさんの誕生日とかぶってるんだよね。トゥーン、6周年前、いやそうなよね、マジでそうなよ、6周年前だしね。たまたまね、去年とかは6周年前じゃなかったから5周年前。たまたまそうなんよ、あと4日なんよ。このあと復習しなきゃいけない。よし、ありがとうございます。たけるくんタワーありがとうございました。えい、壇上読みます。13位、ルイさん12位、ロボリンさん11位、アキアンさん10位、おてもちゃん9位、はるゆめさん8位、キツネさん7位、ミキヤくん6位、やすべえさん5位、やするぱんさん4位、ぶたまつさん3位、大阪さん2位、うどむさん1位、たけるくんありがとうございました。ありがとうございました。また来年もこの服着ます。覚えてるかな、年に1回だからね。去年のだってゆきりかの日のことなんてね、よく去年やったかな、やったよね、毎年やってるとは思うんだけど、って言ってもまだ3年とかだけど。ってことでありがとうございました。おやすみなさーい、おやー。